んど試合で負けます。大体タッチ見て言えば試合がたくさん多いので 98% ぐらいは負けて終わることが多いです。本当にタックルでこう強くなる選手っていうのは負けた時に反省をしっかりして次につなげる。人によってはやっぱり負けた時に悔しくてもう練習しないとか当分タックルから離れたいっていう人もいれば、負けたからこそ次は勝ちたい、この対戦をバネにもっと強くなりたいという選手もたくさんいます。やはり負けた時こそしっかり自分に向き合って一生懸命やる人ほど強くなると僕は思っています。なので負けて悔しいんですけど、そこでこう悲しんだり落ち込んだりするんじゃなくて、やっぱりその敗戦と向き合ってしっかり次に生かしていってほしいなと思います。中学3年のセナです。試合に必ず行っていることは何かありますか？はい、昔はものすごく対戦相手研究とかをしてたんですよ。練習をして夜寝る前にビデオを見たりとかイメージトレーニングしたりとか、すごくこう安全な状態でもうこれ以上は自分にできることはないなっていう、そういうところまでしっかり勉強をして試合に臨んでたんですけど、対人競技である以上は自分が想定していたことと違うことっていうのが結構試合で起こるんですよね。2016年ぐらいからは試合の前日はあんまりこう次の日のことを考えなくなりましたね、はい、それより前にもっといろんな研究だったりとかをして、試合の前日は普段と同じように過ごすように心がけています。なのでこうどうしても試合前になるとたくさん練習したりとか緊張したりとかっていうのがあると思うんですけど、普段と同じように過ごすことが当日一番いいパフォーマンスをする上で大事なことだと僕は思います。中学3年、荒木監督です。練習で大事にしていることは何ですか？卓球の試合っていうのは、まあ、最終的に11本を3ゲーム取った形なんですけれども、普段の練習で大体1日何千本とか打つんですよね。1日何千本打って、それが例えば1年経つと、まあ、何万、何十万本で打つんですけど、でも本当にやっぱり試合の命運を分けるのっていうのは1本なんですよね。結局やっぱり試合で最後勝つ負けるっていうのは12対9とか12対10って本当に1本の差で勝ったり負けたりする競技なので、やっぱり毎日そういうふうに何千本打つんですけども、その1本1本全て大事にしていきたい。やっぱりその練習の中で1000本やるからじゃあ1本無駄にしてもいいやとか、1000本やるからこれやるってもいいやとか、そういう軽い気持ちでやってると、それでやっぱり試合に出たと最後本当に大事な、例えばオリンピックの決勝最後1本取れば勝つなっていう時に、その練習で甘えた1本が出る可能性がやっぱりあるんですよね。そういう風に甘えたボールを打たない、やっぱり普段の練習のプレーっていうのは試合でも出ますから、練習の時に本当に命削って一生懸命やってる選手が強いと思います。北海道札幌市出身、木下君の小学吉田正彦選手、よろしくお願いします。さあ、よろしくお願いします。真ん中に書いちゃっていいですか？真ん中にしましょう。静岡県宮田市出身、宮田市の部長、水谷優太です。さあ、それぞれ静岡県の小田市です。
Thank you.